ある美しい谷の近くの田舎の小さな村に、パブロとブルーノという二人の若者がいました。二人は親友で、自分たちの暮らしをもっと良くしたいという夢を持っていました。二人はどうしたら村一番の成功者になれるか夢中で話しました。二人は夢を実現するチャンスを探していました。そのためにはどんなきつい仕事でもするつもりでした。そのチャンスはある日、思わぬところからやってきました。村長が若者を二人雇うことを決めたのです。仕事は山奥の泉から麓の村まで水を運ぶことでした。その給料は運んだ水の量によって決まります。ブルーノとパブロはその仕事に迷わず応募し、チャンスをものにしました。それから毎日、朝から晩まで、二人はバケツを持って泉と村の間を何度も何度も往復しました。ブルーノとパブロは本当によく働きました。そして二人は夕方になると、その日の給料をもらって家に帰るのです。ブルーノはこの仕事と給料に満足していました。この仕事で自分の夢は叶うと思っていたのです。ブルーノはバケツを大きくすればたくさんの水が運べるので、給料を増やせると考えました。そして給料が増えれば夢が叶って、すぐに牛や家が買えると信じていました。一方、パブロは納得していませんでした。仕事が終わると背中も手も痛くなり、毎日疲れ切っていたのです。パブロはもっと楽に、もっとたくさんの収入を得る方法を探していました。そして泉から村まで水道管のようなパイプラインを作ることを思いつきました。パイプラインがあればバケツを運ばなくても、もっと楽に村まで水を届けることができます。パブロはそのアイデアに興奮し、すぐに準備を始めました。パブロはまず親友のブルーノにパイプラインを一緒に作ろうと話しました。けれどもブルーノは、パイプラインなんて馬鹿げてるよとあっさり断りました。なぜならブルーノは今の給料をどう使うかや、いかに早く欲しいものを手に入れるかばかり考えていたからです。パイプラインなんて作っていたら牛や家を買うのが遅くなると思っていたのです。ブルーノはさらに大きなバケツを手に入れ、運ぶ量と回数を増やしました。ブルーノはこれこそが給料を増やす唯一の方法だと信じていたのです。そこでパブロは一人でパイプラインを作ることにしました。パイプラインを作り上げるには時間もかかり、決して楽ではないとパブロは分かっていました。パブロは完成には何年もの努力が必要だということも知っていました。それでもパブロはパイプラインを作ると心に決めました。もちろんこれまで通り平日はせっせとバケツを運びました。そして平日の夜や週末をパイプライン作りに当て、ゴツゴツした硬い地面を掘り続けました。1ヶ月経ってもパブロの仕事の成果はほとんどありませんでした。ブルーノや村人たちはパブロのことを嘲笑いました。みんなはパブロをパイプライン男と呼び、からかうだけでした。その間に一方のバケツ男ブルーノの給料は2倍になっていました。すでにブルーノは牛も大きな家も買っていました。ブルーノの生活は確かに変化していたのです。重いバケツを何度も運び、その給料で毎晩飲みに行き、楽しく時間を過ごしました。
ただブルーノは毎日重いバケツを運ぶことで背中が曲がり始めているなんて思ってもいませんでした。顔はやつれ、体はボロボロになっていきました。体が弱ってきたせいでブルーノが運ぶ水の量はどんどん減っていきました。パイプラインのパブロは何ヶ月も必死に働きました。そしてあっという間に1年が過ぎ、2年目になりました。パブロのパイプラインがついに完成しました。そして水がパブロのパイプラインを通ってやっと村まで届きました。もうバケツを運ぶ必要はありません。パブロはパイプラインからたくさんの収入を得るようになりました。村には水が流れ続けたのです。パブロは仕事をしていない間も、眠っている間も、食事をしている間も水は流れ続けました。パブロは幸せでした。またきつい仕事に耐え、一つのゴールにたどり着けたことを誇りに思っていました。パイプラインを通って水が流れる限り、パブロの財布にはお金が流れ続けるようになったのです。ブルーノとパブロの話は私たちの人生を映し出してくれています。このバケツ運びは人が給料をもらうためにする仕事を表しています。ブルーノは給料をもらうためにバケツを使います。ブルーノはお金と引き換えに村と泉を往復してバケツを運んでいます。給料を増やすためには泉に行く回数を増やすか、バケツを大きくするしかないのです。今の私たちも給料をたくさんもらうには残業するかアルバイトをするしか方法がないと思っています。またバケツを大きくするために出世を目指したり転職したりもします。それでも給料をもらうために自分の時間を切り売りしていることに変わりはないのです。私たちのほとんどはブルーノのようにお金のために時間を切り売りしています。誰でも1日24時間しかありません。そして全てを仕事に使うこともできません。困ったことが起こるのは年を取ったりリストラされたり病気になって働けなくなった時です。なぜなら収入が一切なくなってしまうからです。ではパブロはどうだったでしょうか。パブロが賢かったのは給料のために働いたのではなく、時間を作ってパイプラインを作ったことです。パブロは知っていました。パイプラインが完成すれば水が流れている限り継続的な収入になることを。毎日作った時間が何倍にもなって返ってきて権利的な収入になることを。パブロは定年かリストラか病気でいつか給料をもらえなくなる時が来ることを知っていました。パイプラインというアイデアが権利収入を生むと分かった以上、あとはパイプラインをしっかり作るだけだとパブロは行動を始めたのです。パイプラインが完成した後は水の流れを止めないように維持することで継続的な権利収入を得ることができました。パブロは私たちが収入を得る方法がただ単純に時間の切り売りをするだけではないということを教えてくれたんです。実際にもっといい方法があるのです。今のあなたはどうですか。あなたは時間を切り売りしているブルーノですか。それならパブロになってパイプラインを作り、それを維持し継続的な権利収入を今からでも手に入れることができるのです。あなたもパブロのような人生に興味がありますか。もしあれば、この話についてのあなたの感想を一言でも、この DVD を渡してくれた人に話してみてください。あなたも今日から自分のパイプラインを作り始めることができるんです。そう、今日から。